はこの日、運営さんがね、まさかの遅刻と会場間違えたらしいの。一息って、もう遅刻してるんだから急いで急いで。ほらもう40分も遅刻しちゃったんですか、運営さん。ちょっともうダッシュダッシュ。みんなただいま。ダラチューバーのワイミだよ。お久しぶりだね。今日はお仕事が一段落したから海外で撮ってるよ。実は復活前に撮影してるんだけど、なんと運営さんがパブリックに潜入しているらしいので、その動画を見ながらコメントしていくよ。はぁ、いいなぁ。ワイミも参加したかったなぁ。でもできないよね。だって海外だもん。よし、次こそ絶対行くぞ。ということで、運営さんが撮ってきてくれた動画を早速見ていこう。おー、幕張だ。いやー、ワイミももうどれぐらい行ってないかな。あ、そういえば、実はこの日、運営さんがね、まさかの遅刻と会場間違えたらしいの。いやー、いくらワイミと一緒でダラダラだって言ったってね、そこ間違えちゃいけないじゃんね。もう気をつけてくださいよ、運営さん。多分ね、この動画の中で、その、ちゃっかり間違えた模様まで撮られてると思うんですけど。いやー、幕張メッセやっぱ大きいよねー。あれ、誰もいない。誰もいないけど。大丈夫なのか、これは。あー、そっか、幕張メッセでかいから。あ、なるほどね。違う、もう一個の方行ってしまったのね。一息って、もう、遅刻してるんだから急いで急いで。ちゃっかりコーラ買ってるし。もう、ああ。ほらもう40分も遅刻しちゃったんですか、運営さん。ちょっともうダッシュダッシュ。おお、入り口すごい。なんかもうすでにすごい。いやー、近未来っていう感じが。中もすごい人。こんないっぱい人いたんだね。キャパが大きい。わあ、未来あかりちゃんだ。あかりちゃんが DJ だって。わあ、行きたかったなー。すごいな、ファッションショーにライブ。いやー、これ盛り上がるよなー。うーん、この近未来あふれる感じ。いやー、ワイミも時代の波に乗っていかないとね。あー、次開催されるんだったら絶対行きたいなー。ワイミも一緒にペンライト振り回したかった。すごかったー。動画と写真しかね、見てないけど、実際の会場の熱気とかもっとすごかったんだろうなー。はぁ、来年があるならば、ワイミも絶対見に行きたいし、あわよくば、出演したいなーなんて、野望を抱いてしまった。ワイミがパブリック出られるように、みんなもぜひぜひ、ワイミのことこれからもいっぱい応援してください。ということで、以上ワイミでした。みんな今回の動画面白かったよ。ワクワクしたよ。また自分もパブリック行ったよっていう人は、ぜひ高評価と、チャンネル登録、それからコメントもよろしくお願いします。またワイミはツイッターもやってるので、フォローまだだよって方、もしいたら、ポチッとフォローの方よろしくお願いします。はい。ワイミもね、復活の日近づいてるので、みんなもダラダラーとしながら、ワイミの復活楽しみに待っててください。ということで、以上ワイミでした。おつだらー。